このタイミングでできてよかったなと思います。それでは皆さん聞いてください、風の魚。ファンキーなサザエさんみたいな女。最近どう？ヒレの湿り具合は。あ、これは我々ゾーラ族の業界の挨拶。失礼、私バンドダルブルーのマネージャートトです。名刺切らしちゃってるんで挨拶だけ。ダルブルーは我がゾーラ族の誇るスーパーバンドでね、多くの名曲を世に送り出した。有名どころで言えば風の魚って曲知ってるよね。あの曲めちゃくちゃ良かったな。でーんて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 ん、風の魚が今泳いでる。空見上げたらほら風の魚泳いでるぜ、ほらみんなでさばこうぜ。ドゥ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 、風の魚が泳いでいるよ、みんなと一緒に。だけど俺には見えてなくて、君には見えてるかな。本当は見えてないんだけど見えてる。だからそう、俺はこんなにも君にそんなことを言ったら僕は嫌われてしまうのかなって思っているよ。風の魚今泳げ、ほら僕たちの上で泳いでる。俺たちの魚がほら風の魚。イントロが難しい曲だよね。みんなもあの風の魚目で追ったことあるんじゃない？見えているのかな、あの空に風の魚が。俺には見えてない、君には見えてる。本当に見えてるかな。本当は見えてない、君にも見えてない。だけど君が見えるって言うなら俺も一緒に見たいと心から思うよ。風の魚今泳げ、ほら僕たちの上で泳いでる。俺たちの魚がほら風の魚。いやー、ありがとうございます皆さん。風の魚聞いていただきましたけれども。